赤瀬川源平、1937年3月27日から2014年10月26日は、日本の前衛美術家、追筆家、作家。神奈川県横浜市中区本木町を生まれ、愛知県立朝日川岡高等学校美術家卒業、武蔵野美術学校油絵学科中退。純文学作家としては、尾辻勝彦というペンネームがある。尾辻は、 父方の親戚の名字に由来する。兄は、直木賞作家の赤瀬川俊姉の赤瀬川春子は、帽子作家。また、外交官の西春彦は、父のいとこにあたる。名は、人丸の暗号の著者である、藤村由加の一人。2006年4月より、武蔵野美術大学日本画学科の客員教授を務めていた。父親は、 鹿児島県出身で、倉庫会社勤務のサラリーマン。赤瀬川骨茶という配合で、俳句も読んだ。母親は、東京府出身。玄平は六人兄弟姉妹の下から二番目。兄弟は皆芸術的なことが好きで、玄平は特に絵が好きだった。一家は、父親の転勤で、あちこちに移り、玄平は幼稚園時代から、大分県大分市で育つ。幼少は、 うちきな引っ込み事案でね、小便の癖がなかなか治らず、完全に治ったのは中学3年だった。おねしょは中学2年生まで毎晩のようにしていて、自分の運命を憎み、死んでしまいたいと思っていたというコンプレックスが自意識を目覚めさせたと書いている。1945年、大分市流金池小学校3年生の時に敗戦。父親は職を失い、 母親の内職を一家で手伝う。小学生時代、絵が好きな雪野康弘と親友になる。雪野とは、大分市立上野が、丘中学校時代、そして武蔵野美術学校も、同窓として交際が続く。中学時代の転校生には、後に、ソ連問題の専門家になった木村博がいる。5歳上の兄、赤瀬川俊と磯崎慎が、旧正中学の同級生で、 磯崎が、赤瀬川家によく遊びに来ていた。源平が中学生の時、磯崎が創立していた絵の同好会、新世紀軍に雪野と共に参加。ここで4歳年上の吉村増信と知り合う。大分県立大分舞鶴高等学校に、進学して2ヶ月後、一家は名古屋へ、引っ越し、愛知県立朝日川丘高等学校美術科に転校。油絵を習う。同級生に、 荒川修作、岩田信一がいた。吉村ノ信の勧めで、吉村が進学した武蔵野美術学校はブライカに進む。だが、仕送りは2ヶ月で止まり、サンドイッチマンのアルバイトで食いつなぐ。アルバイト仲間からは本や映画について学んだ。1956年には、上京していた姉、春子と一緒に住み、姉の誘いで、砂川基地反対闘争に参加する。 心はいつもアバンギャルドといい、1958年第10回読売アンデパンダン店に初出品。以後、1964年に同店が終了するまで出品を続ける。詳細は反芸術アンパンを参照。1959年には数年来の持病の十二指腸海洋の手術のため名古屋に戻る。そこで伊勢湾台風に遭遇し、 九死に一生を得る。1960年、吉村の誘いで、ネオダダイズムオルガナイザーズに参加。赤瀬川は、荒川修作をグループに紹介し参加させた。篠原牛夫の母親に、生命判断をしてもらったところ、下の名前の画数が足りないと言われ、勝彦より、さらに画数が少ない、原平を、ペンネームとして採用。赤瀬川は、バギナのシーツなど、 ゴムチューブを素材としたオブジェを制作した。1962年にはポスターカラーで描いた絵画破壊の極立でシェル美術賞に入選。1962年に松田正を山口賢治、川西広志らが企画した自立学校に学生として参加。1963年、高松二郎、中西夏氏と共にハイレットセンターを結成。 名称は三人の頭文字から命名。首都圏清掃整理促進運動などのパフォーマンスを行う。詳細は東京ミキサー計画、ハイレットセンター直接行動の記録を参照。赤瀬川は個人としても扇風機などの身の回りの品物を包装紙で梱包する梱包作品を制作。このコンセプトは最終的に缶詰のラベルを缶の内側に貼って、 宇宙全体を梱包したと称する宇宙の缶詰に至る。この頃、ナムジュン・バイク、小野陽子、横尾忠則らとも知り合っている。特にバイクはハイレットセンターの良き理解者だったと、赤瀬川は東京ミキサー計画で書いている。1963年1月、千円札の表だけを一色で印刷したものに手を加えたものを作品として発表する。また、 千円札を詳細に観察し肉筆で200倍に拡大模写した作品、復讐の形態学を制作し、1963年3月に読売アンデッパン難点に発表した。同1963年に、平岡正明、宮原康春ら、犯罪者同盟が発行した単行本、赤い風船あるいはメス狼の夜により、平岡らがわいせツズがハンプで逮捕された際、 同庁に赤瀬川の千円札を写真撮影した作品が掲載されていたことから赤瀬川の作品は警察の知るところとなる。その後曲折があり、1965年に木系千円札が通過及び証券妄造取締法違反に問われ起訴される。弁護人には滝口修造といった美術界の重鎮たちが名を連ね話題となった。 1967年6月の東京地方裁判所の一審で、懲役3月、執行猶予1年、原動犯没収の判決。控訴の後1970年に執行猶予付きの有罪確定。その後、前衛芸術からは身を引くようにしていく。千円札裁判の事務局長を務めた川に広士が創設した美学校では、 1970年から1986年まで、え、文字工房の講師を務めた。初期は、松田哲夫が助手を務め、後元生徒の南進房に変わった。講義内容は、赤瀬川がその時点で熱中していたもの、マッチのラベルへ、宮竹骸骨、光源学、新聞の尋ね人案内、トマソン、一円で何が買えるかなどマイナスであった。 その教室からは、平口博美、南新坊、渡辺和弘、泉春樹、久住正幸、森信之、上原善治、窓の和也、井上のりらのクリエイターが輩出している。なお、南のペンネーム、新坊及び渡辺和弘のあだ名、鍋ぞは、宮武骸骨の国慶新聞の絵師に由来するものである。1970年6月号に掲載されたお座敷で、 漫画家デビュー。1970年代から朝日ジャーナルや月刊漫画画ロなどで漫画家として活動した。告げ吉春のネジ式のパロディである予告漫画お座敷などを発表した。朝日ジャーナルに連載した桜画報では桜画報こそ新聞であり、この周りにある雑誌上のものは桜画報の包み紙であると主張。最終回では赤い、赤い、 朝日、朝日という国民学校時代の国語教科書の例文をパロディ化し、差し絵の水平線から昇る太陽を朝日新聞のロゴに描き変えたイラストを描いた。ヌードの表紙と赤瀬川の桜画報が読者に誤解を与えかねないことを理由として当該号は自主回収された。この事件で編集長が更迭されたほか、朝日新聞出版局では61名の 人事堂がなされ、朝日ジャーナル自体も2週間にわたって休館した。その後、桜画報の連載はガロ等で復活し、他にも様々な雑誌を雑誌ジャックした。また、松田鉄を南新報と共に結成した桜画報社で、論壇の人間関係図等を発表した。また、1976年から週刊読売市場で、 全日本満足問題研究会と名乗り、バカなことを真面目にやる連載を行った。1978年には、赤塚藤夫と全日本満足問題研究会と名称を変え、LP レコード、ライブインファトヤを発表した。篠原克幸の紹介で、中央公論者の文芸雑誌、海の編集者だった村松ともみと知り合い、篠原、南新坊。 糸井重里らと共に、毎月村松宅に押しかけ、村松宴会と称する飲み会を行った。そうした縁で、村松から、純文学を書いてほしいと依頼され、海に、赤瀬川源平名義で、レンズの下の聖徳大子を発表。しかし理屈っぽすぎたせいか、あまり反響はなかった。続いて、婦人公論で赤瀬川に、カットの仕事を依頼していた編集者、田中公平に、 もっと気楽に書いたらと助言され、テーマのない新編小説、肌触りを執筆。名義はペンネームの尾辻克彦とする。1979年9月に中央公論新人賞を受賞し、雑誌中央公論に掲載された。文学界1980年12月号に発表された短編、父が消えたで、1981年第84回。 芥川賞を受賞。前科持ち、元犯罪者が一転して、芥川賞作家となり、周囲の扱いが激変したという。1983年、雪野で野間文芸新人賞を受賞。裁判の途中に結婚し、裁判の後に、赤瀬川は41歳で離婚して、幼少の娘と、不死家庭を営んでいた。娘、小桃子と父親の私の二人のみが登場する。 作品が多かったため、中高新人賞の選考委員会では、この作家はホモではないかという意見が出たという。この頃、嵐山幸三郎の紹介で、深沢七郎とも交際があり、深沢のラブミー農場で、芥川賞受賞のお祝いパーティーをしてもらった。その後、純文学系の分筆活動を、尾辻克彦名義で行い、尾辻、赤瀬川の協調などを出したりしたが、 1994年に発表された小説集、来華同盟を最後に、お辻名を使用することはなくなった。お辻勝彦名義で刊行された書籍は、文庫化や再刊時に、赤瀬川源平名義に変わることがほとんどである。ただし、2005年の川で文庫、父が消えた、肌触り、2012年の文春文庫での父が消えたの電子書籍化など、いまだに、 お辻名義が使われる場合もある。1972年、南新坊、松田哲夫と共に、四谷を歩行中、ただ登って降りるだけの意味不明な階段を発見。これは、階段として、極めて、純粋であった。四谷の純粋階段、または、四谷階段のシャレで、四谷階段と称した。その後、いくつかの類例が見つかり、また、 美学校、絵文字工房で紹介すると、生徒からも同様の発見が多く集まった。当時、読売ジャイアンツに高額の契約金で雇われたゲイリー・トマソン選手が役に立たなかったことにちなみ、超芸術トマソンと命名された。松井明編集長の写真時代の連載を通じて、普及活動を行った。また、トマソンやマンホールの蓋、看板などを発見し考察する。 路上観察学会を創設。1987年、東京路上探検記は、講談社エッセー賞を受賞。後年、路上観察学会会員の藤森照信に、自らの住まいの設計を任せ、屋根にニラを生やした、ニラハウスを建てた。1967年、漫画評論開始詩人作りの紹介で、当時東京都立大生だった松田哲夫と出会って、意気投合。 松田とは、マッチ箱のラベルへの収集、宮武骸骨の雑誌の収集、今和次郎の高原学の本の収集などを熱中して行う。松田は後に、ちくま処で、ちくま文庫を創刊。赤瀬川の著作も多数収録されている。松田とは1985年に、学術小説骸骨という人がいたを、白水社から刊行して、宮武骸骨リバイバルを仕掛けている。 1986年には、赤瀬川と吉野隆夫が編集した、国慶新聞の再編集復刻版を、畜馬書房より刊行した。なお、最初に骸骨の雑誌、ハートを赤瀬川に紹介したのは、美術評論家の茅野のやつかで、1967年に、荻ぎくの古本屋で発見して、このポ本は、赤瀬川が所有すべきものだと興奮し、赤瀬川を、 古本屋に呼び寄せて購入させたという。1989年には、手志河原博と共同脚本を担当した映画、リキューで、日本アカデミー賞脚本賞を受賞。1993年には、千人の桜、俗人の桜で、JTB 旅行文学大賞を受賞。この頃、ザ誌シビッグコミックスピリッツの企画連載、バカ王で、バカ王様のイラストを担当。 ホイチョイプロダクションズイタズラの天才の息子、伊藤聖光の塔魂に次ぐ投稿コーナーとなる。1996年、新海さんの謎では、三聖堂の新明海国語辞典を一人の個性的な人物が表した読み物に見立て話題を集めた。企画を提案した夏石鈴子は SM 城として登場している。1997年、藤森照信が、 赤瀬川原平指定に示されたゆとりとぬくもりの空間喪失で第29回日本芸術大賞を受賞した。その他にも月間天文ガイドで10年以上にわたる連載を行ったり、カメラに関する著作を多数表し、来華同盟や脳内リゾート開発事業団を結成するなど、その活動は幅広い。ステレオ茶会も開いていた。また、猫好きでもあり、 猫についてのエッセイ集や写真集なども刊行している。1998年の老人力では、高齢化社会が進む中で、老人力という老人や老いへの新しい視点を提供。老人力とは忘れる力であり、猛獄した、ボケたと言わず、老人力がついてきたと表現し、古いものを中古備品として大切にする考え方を示した。著作。 老人力は、地区間処防始まって、以来最高のベストセラーとなり、同年末の流行語大賞では、最終10候補入りした。なお、老人力という言葉はもともと、藤森照信が還暦を過ぎた赤瀬川に対して、使った言葉であった。また、老人力以外にも、人間の弱さを味わいと考え、貧乏性研究から、超貧乏物語を書き、優柔不断についても、 優柔不断術を書いている。2011年に胃がんによる全摘手術が行われて、以降、脳出血や肺炎などで体調を崩しており、療養中であった。2014年10月25日夜に容体が悪化。翌10月26日、肺血症のため、東京都町田市の病院で死去。77歳坊津。改名は、次元院減診は閉庫時。墓地は、 北鎌倉の統計時にある2014年末には追悼号となるアックス102号が成林工芸者より刊行された生前になるほどそうだったのかと思えるのが死の瞬間と語っていた絶筆エッセイ病気療養中にもエッセイを執筆発表し2006年2月2日に送還された全国の病院や調剤薬局で無料配布される 医療健康雑誌から頃1号にエッセイ病人力を掲載2号より病気の窓として連載開始した。32号に掲載された第32回頭に広がる謎の答えは絶筆となり2014年12月22日発行の37号に追悼特別編として再掲された。絶筆となった頭に広がる謎の答えでは 今回は肺炎を患い、春から長期入院をしている。と述べ、病室のベッドで一人、なぞなぞを考えて笑いつつ、病気が回復に向かうことを信じて願う心情を、率直に続けている。そして、やっぱり人間は笑ってこそのものなのだ。と締めくくっている。これが文筆家としての赤瀬川の最後の言葉となった。第1回から23回までは、健康半分として、 生前の2011年7月15日に刊行、タイトルは、健康は半分くらいでちょうどいいに由来する。没後の2015年1月27日、未収録の第32回までの9作を収録した、増歩健康半分が刊行された。多くのナンセンスでユーモラスな組織の結成に関わっている。ヒッポファミリークラブとの関係赤瀬川は、ヒマロの暗号の著者である、 藤村由香の構成メンバーらが属していた、言語交流研究所の理事を務め、またヒッポファミリークラブ創設者の坂木原明とは、前身のラボ教育センター時代からの交流があった。兄の赤瀬川俊もヒッポファミリークラブ関連組織に勤務し、ラボ教育センターの運営会社のテックに勤務、後に、言語交流研究所に勤務した。共著。ありがとうございます。